ニキビの患者さんによく処方されるエピリオゲルというイフェリンゲルとエピオゲルが合わさった薬はどんなものなのか。刺激感が強くてすぐにやめてしまう方がいらっしゃいます。効果が高い分副作用も非常に大きいからです。じゃあどうするのかっていうと、副作用を軽減するための具体的な塗り方について皆さんにお話をさせていただきます。皆さんこんにちは、皮膚科医の玉木由紀です。このチャンネルはニキビ跡でお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木由紀がお送りします。今日お話しする内容は、ニキビの患者さんによく処方されるエピデュオゲルというリフェリンゲルとピオゲルが合わさった薬はどんなものなのか、エピデュオの塗り方、副作用を軽減するための具体的な塗り方について皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、エピデュオゲルを使いこなせるようになると思います。以前リフェリンやエピオゲルの解説動画を出したのですけれども、今回はその2つが合わさったエピデュオゲルについてですね、正しい取り扱い方について徹底的に解説したいと思います。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。ニキビって絶対皆さん1回は悩んだことありますよね。ニキビで皮膚科に行った時、エピデュオゲルっていうお薬をもらったことはありませんか？ニキビで皮膚科に通ったことのある人、ほとんどの方が知ってると思うんですけれども、リフェリンゲル、ベピオゲル、この2つが合わさったエピデュオゲル。あとは、ベピオゲルの濃度が少し濃くて 3% 入っていて、抗生剤のダラシンが合わさったデュアック。なので大体、外用薬として4種類、今皮膚科で処方されることがあります。リフェリンが2008年に保険適用になったので、その7年後の2015年に、ベピオが使えるようになり、2016年にエピデュオが使えるようになりました。今回お話しするエピデュオゲルは何かって一言で言うと、リフェリンとベピオが合わさった薬です。こんなお薬です。配合濃度なんですけれども、これもこの2つと同じで、リフェリンはアダパレンが 0.1% 配合されていて、ベピオは過酸化ベンゾイルが 2.5% 配合されているのですけれども、同じ濃度が配合されています。ちなみに、毛穴の詰まりを治す過酸化ベンゾイルはニキビ菌の殺菌効果もあるんです。過酸化ベンゾイルとアダパレンっていうのは、皮を剥くようなピーリングみたいな効果があって、毛穴を詰まらせないようにするものなので、できればこの2つをうまい具合に組み合わせて両方使えるといいよねってことになります。なので、リフェリンやベピオではなくて、最初からエピデュオを使えばいいのですが、一概にそうとは言えないんですよね。なぜなら、効果が高い分、副作用も非常に大きいからです。実際、皮膚科に行って、最初からエピデュオを処方されてしまうと、刺激感が強くて、すぐにやめてしまう方がいらっしゃいます。ニキビ治療は、抗生剤ではない、リフェリンやベピオといった薬を、長期に塗ることが非常に大切なので、いくら効果が高いからといって、副作用とかで塗れないってなると意味がないので、最初はベピオやディフェリンを使って、副作用がない方や治りが悪い方にレベルアップとして処方されることが多いです。ベピオかディフェリンが使えているなら、本当はベピオとディフェリンの合剤のエピデュオに変更したいのですが、刺激が心配という方は、あえて、ベピオとディフェリンを処方してもらって、どちらが先でもいいので塗っていただいて、使いこなせるようになったら、エピデュオにする方もいらっしゃいます。ただ、ベピオゲルの動画でも説明させていただいたように、たまーにベピオゲルの成分の過酸化ベンゾイルで、接触皮膚炎、つまり、かぶれてしまう方がいます。当然、エピデュオゲルにも、ベピオの成分である過酸化ベンゾイルが入っているので、ベピオゲルでかぶれてしまう方は、エピデュオゲルは使えません。近年ですね、ニキビの治療薬において、耐性菌が非常に問題になってきています。ニキビ菌を殺菌する塗り薬や飲み薬は、長期間使用すると、ニキビ菌が薬に対して抵抗力を持つようになり、
薬が効きにくくなるという問題が発生していました。でもウェピオゲルには薬剤耐性菌がないと考えられていて、長期使用が可能となっています。なのでぜひですね、使う場合は歯磨きをするような感覚で年単位で長期に塗っていただくことをおすすめします。そしてこれがエピディオゲルになります。これをどのくらい塗ると効果が感じるかっていうと、この第一関節から指先まで出すと 0.5g 出てきます。この量で顔全体につけます。エピディオは基本的にリフェリンやベピオと同じで、ニキビだけではなくその周りのニキビができやすいところにも塗ります。そうすると1日 0.5g なので、このチューブは 15g 入りだから1ヶ月でなくなるはずです。これが1ヶ月にこれだけしか使ってないよっていうことだと、言い方悪いですけど薬持ってるだけで満足してないっていうことになっちゃいます。だから皆さんも薬を使うにあたっての正しい量、使用方法というものを知ってもらいたいと思います。副作用としてはディフェリンやベピオと同じで、最初の2週間ぐらいは刺激やほてりなどが感じられます。時期によっては粉を吹いてしまうし、肌がすごくボロボロに皮膚が剥がれてきてしまうので、お化粧ができなくなってしまうんですよって。なので途中で断念する人ってかなりいるみたいです。でも1ヶ月程度継続すると症状は軽減していくことが多いとされています。ちなみにこの乾燥の度合いなんですけれども、一番ひどく出るのがエピディオだと言われています。そしてその次がディフェリン、比較的マイルドなのがデュアックとエピオゲルというふうに位置づけられています。あと割合は低いのですが、注意が必要なのはアレルギー性の接触皮膚炎、つまりかぶれを起こすということがあります。初期の頃の刺激感、かぶれは区別がつきにくいケースもありますので、違和感を感じた場合は一度使用を控えた上、主治医の先生に相談していただくといいかなと思います。あとこれは皮膚科医でしか判断できないことなので、ヒリヒリしたのが注意するレベルなのか、使い続けていいのかなど、使い方に関しては皮膚科の先生と相談しながら指示に従ってくださいね。ピーリングの副作用がすごくて、痒かったりとかヒリヒリしたり痛かったりするので続けられないっていう方は、じゃあどうするのかっていうと、最初は少量から塗ってみる。具体的にお話しすると、初めて塗るときには指先に少量取り、直径2センチ以下ぐらいの広さに擦り込まないように優しく塗り広げます。で、徐々に塗る範囲を広げていって、かさつきや赤みが強く出なければ顔全体に広げていきます。できればノンコメドジェニックと書いてある保湿クリームを多く塗ってからエピディオを塗る。それでもヒリヒリ感が強いなら1日おきにしてみたりとか2日おきにしてみたりっていう形で、肌と相談しながら塗ってみてください。意外に塗り方をちゃんと説明すると使いこなせる方が多いです。あとは刺激が強い方はですね、もう洗い流してしまっても問題ありません。夜お風呂やシャワー、メイクを落とす前に塗って15分ぐらいしたらもうお風呂で洗い流すっていう方法もあります。少しずつ肌に慣れさせていくのが、長期にかけて塗り続けていく一つのポイントになってきますので、ぜひ押さえておいていただけたらと思います。あとあとよくありがちなのが、1本使っても良くならないから効かなかった、だからこの薬って効果本当にあるの？って不満そうにおっしゃる方がいますが、何度も申し上げますが、効き始めるのは3ヶ月です。1ヶ月に1本使うので3本使った頃だと思ってください。せっかくですねエピディオを使いこなせているなら、ぜひ長期で使う、これが本当にポイントになってきますので、年単位でですね使って初めてその効果が実感できる薬かなって思っていただくといいかなと思います。ぜひ歯磨きを毎日するように毎日つけてくださいね。あと妊娠中の方はディフェリンが入っているので残念ですが使用できません。その他の副作用で、実は脱色っていうのがあって、背中のニキビにエピディオをつけているとパジャマの色が白くなったってことがありますので、大事なパジャマは使わないでください。
よく乾かしてからパジャマを着ると脱色しにくくなります。あと朝洗顔するときに水だけで洗顔すると茶色いタオルが脱色されてオレンジ色になりますので、洗顔フォームを使って洗顔するか白いタオルを使ってくださいね。ひどいニキビを放置すると皮膚がへこんだり赤みがずっと残ったり簡単には治らない状態になります。そうなるとなかなか綺麗な肌には戻りません。だからひどくならないように早めにケアすることをおすすめします。エピディオゲルはニキビを治すだけではなく、ニキビをできにくくするお薬でもありますし、まだニキビ治療で抗生剤の軟膏だけしか処方されていないって方は、ぜひエピディオゲルを使ってみてください。ということで、今日はニキビの患者さんによく処方されるエピディオゲルというリフェリンゲルとエピオゲルが合わさった薬はどんなものなのか、エピディオの塗り方と副作用を軽減するための具体的な塗り方について皆さんにお話をさせていただきました。エピディオゲル以前処方されたけどうまく使えてなかった、すぐに塗るのやめてしまったという方は、ぜひ今回の動画を見てもう一回エピディオゲルを塗ってみようかなって思っていただけると幸いです。綺麗な肌を目指して二人三脚で一緒に頑張りましょう。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。このチャンネルには皮膚をきれいにする動画やためになる動画がたくさんありますので、ぜひご覧になってください。次回はニキビの薬のデュアックについてお話をします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではきれいな肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。